鳥のくちばしをイメージして斜めに手を突き出します。カラスなぜ泣くの、カラスは山に。小さな羽のように手首を動かしましょう。親指と親指、小指と小指をくっつけます。両手で大きな三角形を描きます。山をイメージして腕を動かしましょう。丸い目